こんにちは、神戸学生よさこいチーム山彦です。今年の演舞のテーマは灘の喧嘩祭り。祭りの熱気や男臭さを山彦らしく表現します。3色の衣装にも注目してください。この状況下で踊り子の人数は少ないですが、一人一人がこの演舞を素晴らしいものにしたいという思いを込めて踊ります。ぜひお楽しみください。なんと3回戦はこの演舞で引退となるそうですのでね、力を込めて踊っていただければと思いますよ。それでは神戸学生よさこいチーム山彦の皆さんで、よき。皆さんこんにちは、神戸学生よさこいチーム山彦です。今回披露いたします演舞テーマは灘の喧嘩祭りとなっております。祭りに生きる男の強い生き様を全力で表現いたします。それでは手拍子、心拍子のほどよろしくお願いします。それではこれより見せるは男の祭り。なるほど。